リオスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカデベリンに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は1863人。住民故障は、男女同系のリエンセ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.04%。リオスは、オーレンセ県の南東部に位置し、コマルカデベリンに属する。北はアグディニ 南から西はビラルデボス、西から北はカストレイ・ロドバルの各自治体と隣接、東はポルトガルとの国境となっている。自治体中心地区はリオス教区のリオス地区。リオスはベリン司法管轄区に属す。自治体市長はガリシア国民党のフランシスコアルマンドベーガロメーロ。自治体表議員はガリシア国民党7ガリシア社会党。 にとなっている。主張当選者、フランシスコアルマンド・ベーガ・ロメイロ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 ,ロ,ロ・リオスは8の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。